北川八郎、人生を変える出会い。こんにちは、早川洋平です。北川八郎、人生を変える出会い。この番組は YouTube とポッドキャスト各プラットフォームよりお届けしています。北川先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、もう2023年4月ということで、気づけばね、コロナ始まってからというかね、最初に、いろいろ大変だったのは2020年のちょうど3月とかね、そのくらいからだったと思う。でも丸3年経って、この番組でもね、というか世の中もコロナが始まった時からポストコロナ、ポストコロナってコロナ後の世界みたいな話はされてましたけど、まあね、いよいよね、実際5月になったらまたね、もうマスクもどうこうっていう話も出てきてますし、まあ世の中的にすでにね、少しずつそういうアフターコロナというかコロナ後の世界っていうところに皆さんもすでに体感しつつあると思うんですけど、そこで今本当に改めて、ポストコロナの時代に求められる経営とはということでね、この番組がっつり経営の話あんまり普段はしないですけど、でもやっぱりね、経営者の方も聞いてると思いますし、経営者じゃない方にとっても多分その経営するとか仕事をするっていうことで広い意味では意味があると思うので、まあ改めて先生、このポストコロナの時代に求められる経営とはということで伺っていきたいですけど、あまりこう期待、そんなに大きな期待はしてないんですよね、しばらくは。はい、というのは、来年が2024年です。ね、はい、で2024年、2025年ぐらいからすごい混乱、まあ、今年の後半ぐらいからもそうなんですけど、混乱と混迷の10年間に突入するなっていう予感があるんですね。だから、ポストコロナの後も決して平穏な、なだらかな時代ではなくて、結構混乱、経済的 な、 なんか混乱って言いますかね、はい、経済の混乱が続くし、それから人口減少が顕著になってくるし、そうですね、日本でもそうですよね。それから気候変動とか、それから、まあ、ロシアをはじめとして中国なんかの軍事的な行動がこう結構向かってくる、はい、ちょっと怖い時代に入ってくると思うんですね。そういう時に、はい、まあ、経営しないといけないのは社会不安という面ではすごくかかってない不安な時代に、コロナ終わって、はい、だからコロナ終わったから、ああよかったっていうんじゃなくて、同時にこう心理的な社会不安もまだ続くって言いますかね。だからポストコロナは結構大変な時代、まあ、コロナが残した結果ではないんですけども、気候変動とか、それから災害とか、はい、人間といえばそういうこう争い事、なんか悲惨な事件というのが増えてくると思うんですね、はい、ずっとこの間もあったようなこうズルをする人間たちが目立ってくるっていう、また詐欺事件とか、あんなことしても仕方ないんですけども、まあ、そういう方向に走ったりする、非常に人心がこう浮ついた時代に入ると思います。なんかね、回転寿司にね、ペロペロして問題になったとかね、もう、そういう道徳的な民意が落ちてきた感じしますよね。そうですね、まあ、そういう時代、経てからまた次の時代に入っていくと思うんですけど、そういう時代がしばらくの入り口に入ったなって感じですね。突入したなって、はい、混乱と混迷の時代と社会不安が増大するようなことと、人間のその道徳心とか、そういう自律、そういう倫理観とかが崩れるって言いますかね。徐々に確実に変わってますよね。徐々になんだけど確実に来てる感じですよね。そうですよね。はい。まあ、両方の軸、揺れ動いてる、そういう時代に入るから、そして、コロナ、ポストコロナは楽々楽しいとはいうことはないとはっきり言えると思いますね。だからその覚悟で、兜を締めて生きていくと言いますかね。で、自分自身は揺るがない。善意と好意と、そういう人たちの、良き人たちの揺らぎ、まあ、揺るぎなきこう善意を持って生きていくとすれば、それは不思議とこう守られる世界に入っていくと思いますね。だから巻き込まれないって言いますかね。ただ、こんな対策、はい、対策練らない
といけないと思うんですね。こう、うん、若は労働、働く方、労働者という言葉ではないんですけど、うん、そういう、なんか、働く人たちの奪い合いになるんじゃないかなと思います。うん、まあ、じゃあそういう意味でね、こう、うん、まあ今、働くっていうところでもうちょっと、経営寄りな話でいくと、そういう時代に求められる経営とはっていうところで、やはり今日ね、伺いたいのは、やっぱ先生のね、個人的にもね、今年のいろいろスケジュールを先生と見せてもらってたりすると、やっぱりね、まあコロナが落ちてきたっていうこともあると思いますけど、満月の勉強会、まあ今でもやられてましたけど、僕も参加させていただいて、経営者向けのね、セミナー東京でも久々に開催されるっていうことで、先生がそこでお伝えしたいことっていうのはきっと僕が、もう7、8年前に受けさせていただいたことと本質は変わらないと思うんですけど、今、うんうん、改めて、まあ今日のテーマと絡めて、やっぱりそこに来てもらいたい人とか、まあ逆に来ることはできないかもしれないですけど、やっぱり経営者にこういうことを教えたいっていうことが何かあれば、うん、せっかくなんで、そうですね、シェアしていただきたいと。新しい、全く違う価値観に生きるっていうことを悟ってもらいたいって言いますかね。うん、全く違う価値観。全く、今までは自分中心の利益でこう生きていて、うん、こう戦う、争う、それから、守るというところだったと思うんですけども、はい、コロナ以降はそうではなくて、やっぱり、うん、新しい価値観といいますかね、うん、周りの人々を幸せにして、うん、嘘のない生き方をどれだけ続けられるかっていうか、はい、全く違う価値観、うんうん、飾ることや、見栄を張ることやなくて、はい、本当に喜び、というものは何だろうということを追求できる人たちを増やしていきたいと思ってるんですね。うん、だから、見栄とかお金とか言うんじゃなくて、うん、本当にこう我々の喜び、働く喜び、うん、家族の喜び、うん、元の信頼、それから従業員とか社員とか人たちとの信頼関係に、はいはい、自分が心を注げるかという人たちを育てていきたい。でそこに、全く新しい、その人が気がつかなかった、はい、価値観っていうものにたどり着くセミナーみたいな、うん、人たちを増やしていくセミナーにしたいと思うんですけど、うん、なんでもね、表面で知識で知っても人間って変わらないんですよね。だからさ、まあ、悟りとは気づき、深いレベルの気づきに行くまで行くと、そんな不安な時代でもこう安心感と安堵感みたいなのがあるんです、うん、得られるんですよね。なぜならば、平和と安らぎと信頼っていう世界を、なんか気づいていければそういう人たちが集まってくるからですね。うん、そうですよね。社会がどんなに荒れて、世の中がどんなに嵐でも堅固なお城の中にいれば、うん、まあやがて嵐は通り過ぎていくということがありますけど、うん、まあその辺の悟りといいますかね、心の強さみたいな、揺れない心、良き未来を見つめられる眼力、はい、知性というものをこう養っていくという人たちを増やしていきたいなと思うんですね。うん、その人たちがやっぱ世の中を救うんですよね。うん、そう、ちょうどね、満月の勉強会の案内のチラシを僕も拝見してて、やっぱり冒頭で今先生が救うっておっしゃったと思うんですけど、この中にも経営活動を通して人々を救う能力を高めるっていうふうに書いてあってですね、そうですね、当然先生今までそれは僕が参加させていただいて7、8年前の時もおっしゃってたと思うんですけど、これ僕の今先生のお話も伺った上での個人的な体感ですけど、やっぱりそれがより求められる時代だし、先生もそこをより伝えていきたいのかなというふうに思ったんですね。そうですね、っていうのも、はい、今まではこう先生の教えで、やっぱりまあ僕なんかも このように我が強いんで、もう本当に先生の理より真をね、選びなさいっていう話でずっと生きてきたんですけど、その話っていうのはあくまで、やっぱり、僕なりの余裕のない人間からすると、その利より心、身の回りにいる、まあ相手との一対一とか、まあそれをちょっと超えたぐらいの関係性の人とっていう感じだったんですけど、いよいよ、なんか今の話伺っていると世の中が余裕がなくなってくるからこそ、より本当に、まあ数ではないと思うんですけど、もう少し大きい広いスパンで人を救うとか、で、それは今まで僕も人を救うっていうと、導くっていうと、北川先生がしてくださってるみたいなイメージだったんですけど、いよいよその経営者一人一人も、そういうふうに、まあ、ちょっと僭越ながら導くとか救うっていうことをフォーカスしなきゃいけないと思ったんですけど、この解釈で合ってますか？いや、早川さん素晴らしいと思います。いやいや本当その通りで、はい。もう、
周りの人が救われてこそ自分も救われるということを実感してもらいたいですね。周りの笑顔が自分の笑顔につながるんだということを、はい、あ、本当なんだっていうかね、ことをこう実感してもらいたいですね。だから人を救うって言ったらおこがましいんですけど、周りの人が笑顔だったり、あの安らぎだったり、安心したり、信頼してくれるということが、どんなにこう人生を充実させていくのか、それはお金ではない。見え方ではね、大きな車ではない、大きな会社ではない、こう信頼ですね、裏切らないとか、裏切るということはあれなんだけど、期待を外れないとかいうことができるように、全く 100% と言いませんけど、かなりできるようになって、そっちの価値観に気づくことができた生き方ができる人、っていうのが、やっぱり僕はコロナ禍に必要ですね。だから絆、つながりを深くしていくということをコロナ禍の、コロナ後、そうですね、コロナ後の世界に確立してそこを目指して生きていけば、絶対大丈夫だと思いますね。なぜなら混乱の中にあって助け合う人がいれば我々生きていけるんですもん。そうですね、うん、だからまあね、いろいろニュースだけを見るとね、ちょっと気分沈んだりするかもしれないですけど、まあ考え方によってはというか、先生の今のね、ものをきちんと持ってれば、その不安は希望に変わるかもしれないですよね。そうだ、大丈夫って言いたいんですね。あなたがしっかりして、心を確保して、安らぎと喜びと笑顔を人に与えようと決心した時に、あなた自身がこう幸福になっていくでしょうっていうことね。幸福というか安らぎの中に入っている。そしてコロナ後の世界がこうくりに切られて、はい、次の平和の時代は平和のトンネルの向こうまできっとたどり着くでしょうと言いたいですね。本当救うことで救われるってね、なんかすごく、まあ、先生とこう長く接していただける、やっぱりそういう感じは受けますよね。私の言葉ではなくて、本当キリストやお釈迦様の言葉、まあ、先人の教えですよね。やっぱ、まあ、みんな同じことをと思うんですね。まあ、人々を救うことによって、なんと、この世の仕組みですね。キリストやお釈迦様が見つけて、はい、我々に説いてくれてて、私たちもそこに気がついて、周りの笑顔こそ、自分を救っていく、救うということに気がつく。それはできるように、心からできるようになるっていうことかね。そうですね、まあでもそういう意味ではなんか、こう、20世紀というかコロナ前のようになんか経営ってこういう、なんかどうすればいい、もうノウハウみたいな感じ。まあ先生はね、ずっと違うノウハウじゃないことを伝えられてましたけど、でもなんかもう、いい意味でかなりシンプルにせざるを得ないし、シンプルになりそうですね。そうです。だから本当、早川君が言われた通り、コロナという悪材料という言葉を悪いかも、ちょっとした良くない材料、教科を勉強で、我々は真実のものを見つけられるということができる時代だと思いますね。だから帰っていく、コロナとコロナ後によって私たちは、本当に大事なものを見つけられるのではないかなと思いますね。そうですよね。コロナ禍の禍だから文字通り災い転じてってしたいですよね。そうですね。このことが私たちを真実の喜び、大事なこと、なんか遠くにあったものを引き寄せる、人間関係の絆の深さ、大事なことに気づけるっていう、そういう意味でのコロナ後の世界、を楽しみにして生きていけると思いますね。ありがとうございます。さあ、このね、満月の勉強会、ね、またこれから徐々にいろんなところで開催されていくと思うんですけど、まずは5月の、名古屋からですね。そうです、名古屋から。はい、いや、なかなかね、普段先生から直接やっぱり経営をね、こうやって、時間を取って聞くことってないと思うので、はい、名古屋ね、の方はもちろん、参加してください。近郊、そして全国の方もね、ぜひぜひ、詳細はホームページの方にありますので、参加していただけたらと思います。そして5月といえばね、先週もお伝えしたように、10日から14日、佐賀、原画写真展が、佐賀で開催されます。先生のね、貴重な、まあ、写真だったり、
あと、光の小道のね、原画だったり、あと、陶器もね、もう残りわずかな陶器も、販売、展示もありますので、そちら、ぜひ、こちらも足を運んでいただけたらというふうに思います。そして、5月はですね、これ断食会、5月ありますね。5月26日から28日、千葉で断食会がありますので、こちらも貴重な機会ですので、ぜひ、ホームページをチェックしてみてください。ということで、今週もお届けしてきました、北川八郎、人生を変える出会い、いかがだったでしょうか。ポッドキャストを、聞いている方は番組のフォロー、YouTube を見ている方はチャンネル登録をしていただけると励みになります。ぜひよろしくお願いします。ということで、北川先生、また来週もよろしくお願いします。ありがとうございました。よろしくお願いします。ありがとうございました。